はい、これですね。先日おすすめいただいて、もう早速買いました。リコーの、なんていうのかな、これ360度カメラです。で、これがですね、アプリを入れるとこのように、しかもこれ夜ですけども、結構撮れるんですよ。こんな感じですごいファンタジーの世界です。で、360度カメラなんで上も見れます。ぐるんぐるんいきますね、これ。こんな感じでぐるんぐるんいけちゃうんです。例えば、これ、普通のカメラで見るとこんな感じの写真になりますね。なんかパノラマみたいな。普通のカメラで見るとこんな感じのパノラマの写真なんですけど、こいつを入れます。この子、こっち、よいしょ。ここでも見れるようになります。縮小。プラス、どこまで寄れるか。まあまあな解像度ですね。これで、上まで撮れちゃうんですかね、これ。すごいです、これ。で、外でしょ？これはすごいんですよ。これですね。ここを押すと、普通の360度カメラ。で、こことここ。同時押しだとビデオ。で、ビデオにすると、こっちの面とこっちの面を結合するんですけど、で、パソコンでしか結合できないんですけど、ちょっとあんまビデオがクオリティ良くないですね。で、普通の画像でやると別のものになります。2つ出ますね、これ。そう。ビデオ。こっこちれ、が撮れてるんですけど、ビデオを普まあ変通換しにてもビデオって360度変撮れ換るしかないようじゃになるいとこうなります。れを普通のメモリに落とすと2個の画像出るんですよね。これ落とします。裏と表とです。これをですね、さっきのビデオをここにドローファイルに入れると変換してくれます。360度。これはビデオはスマホじゃダメみたいで、パソコンのファイルがないとダメですね。だものが、ビデオにすこれ360度ということなんですけど、全然、ちょっとビデオはあ、クオリこうやっティ良てくな見いれでるのか。す。で、これ
ビデオ。別の画像でやると別のものになります。あの2つ。あ、でもいいかな。面白いかな。これビデオモード。ビデオ。ビデオにする。365のビデオはこれ。パソコンでしか結合できないんですけど、ちょっとあのビデオはクオリティーどうだろう、どう思いますかね。で、普通の画像でやると別のものになります。あの2つ、まあ面白いっちゃ面白いのかな。でもこれソフトがないと見せられないからな。